どうもこんにちは、クロネタです。オクトパストラベラー2、続きからやっていきましょう。さあ、前回はどうにか第2章のボスを倒すことができたので、今度の目的地はマップを見ますと、こちらの大陸の、これですね、トトハハ島トロップポップという町になるみたいです。まあ、ただ推奨レベルが20なのと、前回のボス戦本当に大変だったんですよね。まあ、正直パーティー編成が悪い、器用貧乏になっちゃってる感じがあるんで、まあ、ここを目指す前に、ちょうどね、今いる町の上側にまだ仲間にしていない主人公が2人いるので、まあ、こいつらを仲間にしちゃおうと。で、まあ、ついでにレベル上げをしながらかな。で、多分こいつらも街にいると思うんで、まあ、その街の探索とかをする感じでやっていきましょうか。で、第2章クリアしたのでちょっと危険度が上がってますね。レベル11。まあ、今のパーティーなら雑魚的には勝てるだろう。治療を始めましょう。敵は変わらねえのか。踊るわよ。だったらまあやることは簡単よな。ブースト、小立ちの舞、そいえ、元気出たよ。で、回復、どうしようかしら。ブーストで、そうだな、まあこれはこっちでいいか。よし、ブレイク、こちらの番だな。で、こいつを2回殴って、風属性とかいないんだよな。火が弱いとかないか。火花、倒したか。よし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 、ここからだ。やっぱそんな強くないですね。なら、ここでサミダレ斬り、オッケー。ここの誇りと共に。まあ、敵モンスターも変わってないし、レベルもね、そこまで高くないし、まあ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 、こんなもんよな。これ下も行けんの？あそこに宝箱。これどうなってる？こっからじゃ降りれないのか。ここか。ここ降りて、多分ここが通れるよね。よし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 。で、宝箱と、羽根付き帽子。これはどうですか？羽根付き帽子。SP は下がる、属性防御も下がるのか。微妙だな。行動速度と防御か、悪くはないけどだな。じゃあ、ラバーヘルムよりはマシ、だな。じゃあ、これを渡しておこう。というか、アビリティいけんのか。アグネアが覚えられる。まあ、こっちだな。クジャクの舞、味方単体に属性アップの効果を2ターン覚えちゃいましょう。獲得 JP アップ。他はどうだ。パルテティオもいける。集金、緊急回避。まあ、お金かな。いや、でもちょっともったいないか。一旦温存でいいや。で、サポートアビリティをつけて、こんな感じかな。よし。そこにも宝箱。でも全体回復もいいな。ありがてえ。で、このまままっすぐ上。そろそろ着くか。いたな、こんなやつ。懐かしい。覚えてねえぞ。とりあえず探検。違うか。こいつなんだっけ。斧。斧だ。こちらの番だな。剣とかも弱点じゃなかった。違うか。いったいった。結構痛い。槍は。槍違う。踊るわよ。
だったらしょうがねえ、ここは急所斬り、無理やりブレイク、よし。すごいわアグネアちゃん。ならここで、もったい、いやいけるか、斧一閃、そい、ここからだ。で2回ブースト、あっと SP 足らんか、なら普通に殴りましょう。あーでも耐えるか、マックスブーストの弓、あ弓も弱点、 OK、 お疲れさん、よし、お東フレームチャーチサンド、危険度は11、この先かな、マップで確認、あここじゃなかったっけ、あでそっから左か、オッケー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 、もうちょっとで会えますね、確かあいつは新刊なんだよな、ワンの時お世話になったんだよね、おっとー、こんなやついたっけか、あーシールドは2か、2か、斧はどうですか、あ斧違う、行くぞ、なら、あーそう足らねえんだ、剣、あ剣が弱点、ここは一旦あれだな、獅子の舞を光にかけて SP も回復しよう、よしからの弓とかどうだ、あ違うか、いた、あでもそんなもんか、よっしゃ、ならブーストからの BP パサーを光へ使ってくれ、ありがたい、踊るわよ、アグネアは殴ってもいいか、探検はどうだ、あ違う、振りかぶる、いざ、あー能力上げただけか、なら2ブーストからのサミダレ切り、オッケー、あ弱いね、まだまだだな、よし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 、北はフレームチャーチ、新刊は全体回復が使えたからな、2で弱体化してるとかはないと思うが、おっと、出てこい新刊ども、お我々が直々に裁きを下す、ずいぶん物騒だな、ボートか、聖火という虚構を振り回るその行動断じて許さぬ、我らこそ真実なり、あ来た、おや想像しいですね、いやかっこいいんだよな一度追い払ったんですがまだ懲りないようです、お協力しようか、あのまま放ってはおけませんね、だよね、もしよければ手を貸してくれませんか、まあもちろん、悪いようにはしませんよって言い方この声で悪いようにしませんよはね、信用できないよ、申し訳ないけど、まあ協力します、助かります、聖火の加護があらんことを、おい勝負だ、そこのボートよ、貴様らも聖火の下僕か、ならばここで消し去るのみ、消えるなお前だ、治療を始めましょう、あなんだ一体かよ、まあ油断はしませんがね、そうな、まあ弱点は知りたいから、探検、あ持ってるね、あじゃあもう使っちゃうか、発明家変形カタパルトで探検、撃てー、 よし、ここからだ、でブーストサミダレ切り、サミダレ切り弱っ世辞はいい、剣が錆びる、弱いなバカだ、おや頼も
しい。なかなか腕が立つんですね。そりゃそうよ、ここまで冒険してきたんだから。申し遅れました。私はテメノス、見ての通りの神官です。とある事件の調査でちょうど旅立つところでした、ここは一つお礼代わりとして旅に同行しましょうか。お礼代わりそうなるのか。まあ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 、頼りになる仲間ですからね。仲間にします。感謝します。その笑い方。手のメスが仲間に加わった。あ、まあ衣装は大丈夫です。成果の加護がありますよ、多分ね。曖昧だな。あー、そうね。いや、神官は強いんだよ。ワンの頃から弱体化を食らってなければ。これは加えようか。あ、そっか、ソローネもいるんだっけ。でも盗賊ってそこまでな気がするんだよな。とりあえずテメノスをキャスティと交換かな。あ、なんならステータスとか、まあ、技が見たいから、ソローネとパルテティオも交換してみましょうか。テメノス、神官のアビリティが使えるとともに以下の特別なスキルを持っています。街の人を連れて歩く、情報を得られる、月光の審判、夜間のバトル開始時敵全体に弱体効果がつく。強っ。夜限定の効果か。いいね。底力断罪、弱点を無視してシールドポイントを割れるようになる。強っ。あれ、強化入ってんな、マジで。それはバランス壊れませんかね。ちなみにアビリティが盗む、あ、これはソローネか。あったなライフスティールダガー、体力奪う技だ。確かコウモリとか呼べなかった。あったね、あったあったあった、はい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 。まあデバフをまくって感じよな。ただ踊り子がいて盗賊でバフとデバフってちょっとやりすぎなところはあるよな。でテメノス、あ、持ってる。味方全体の HP を回復。これが強いんだよ。敵単体に光属性のダメージ。あー、バフも持ってるね。あー、変わってないな。むしろ底力が加わったか、強くなってんな。あー、これはもうテメノスパーティー入り確定かもな。今回もお世話になります。じゃあちょっと街の中の探索をやっちゃいましょうかね。そうだな。あ、まずは休みましょうか。ほい、宿泊する70円と。おはようございます。まあお金は返ってきませんが大丈夫です。 HP を回復、あー、51%。あー、はい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 、 8% は低いな。まあそこまでかな。お、こいつは何やってんだ。おい、あー、盗むことができる、試合もできる。この中気になるな。ちょっとやってみましょうか。光さん、勝負だ。勝負だ。腕試しなら受けて立つぞ。いいね。いざ。いざ尋常に勝負。いざ。シールドは3か。とりあえずブーストで貯めるか。攻撃上昇。あ、そんなもんか。行くぞ。剣はどうだ。あ、持ってない。一刀両断。
こちらの番だな。なら槍はどうだ。あ、マジか、槍も弱点じゃないか。あ、いたたたたたたた、行くぞ。となるとブレイクはできんな。ならここはブーストで返しの太刀を発動。さあ殴ってこい。な、火炎魔法。こいつ、ここからだ。こいつ頭いいな。マジかよ。ならもう殴るしかねえか。サミダレ斬り。サミダレ斬り。いやまあそんなもんよな。あー、そうな。じゃあここはためよう。剣で殴ってくれると嬉しいぞ。返すぞ。よいしょ、オッケー。国の誇りと共、これがカウンター。いやーちょっと焦ったがまあなんとかなったか。まだまだだな。そこで寝てな。まあ技はいらんかな。お邪魔しまーす。おー、宝箱。衛兵の盾。盾が来ましたね。盾。ラウンドシールドよりは。あー、行動速度下がんのか。そうか。いや、行動速度も大事だからな。そうですか。ちょっと微妙だね。これは？あ、回復のブドウと。ありがとう。お、宝箱。あー、400円、いいね。普通に金は嬉しい。あ、寂しい財布いただきますありがとな。あー、情報も買っとくか。これでどうだ。あ、ないのかい。なんだよ。君はどうだ。あ、ザクロいいね。いただきます。300高いなぁ。ま、これはいいか。もうやってることが盗賊ないよなぁ。うちのパーティー盗賊2人いるなぁ。あ、ここアイテム屋か。ちょっと見ておこうか。お、武器売ってるね。あ、でも弱い。弱いのかい。あ、2400。ウッドスタッフ2600。あー、200円の差だったらこっちでいいか。ストーンロッド、これをまあせっかくなら手目の末あげましょう。使ってくれ。よし、バックラー。あー、はいはいはい。とんがり帽子3100円か。いや結構こう上がるな。 SP 増えるのは強いな。 SP、 いや強いな。2つ買って6200。安いか、安い方か。買っちゃうか。じゃあこれを2つだけ買って、アグネアとテメノセ。何か売れるものなかったっけか。寂しい財布、これだけか。まあ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 、またお金は貯めよう。ありがとう。密かにミントという新刊に恋の炎を燃やしているミントさん、うん、ミントさんまだ出会ってないな。お前か。あー違うか。あ、まあ、とりあえずいただきます。あ、50円いいね。頼もう。頼もう。違うよね。ほう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 。酔って騒いでいると、穏やかに論される。あ、でも隠されたアイテムの情報、ありがて。うん、あ、出た！新刊ミント。あ、とりあえずアイテムもらって、買取100円。これでどうだ？どうだ？すべての人々に聖火の加護が届くことを願う神官。手厚い布教の姿勢や笑顔を絶やさず、何が起ころうとも日々の祈りは決して欠かさない。それが自身にできるせめてもの償いだから。償い？
過去になんかあるなこいつ、うん、ただあの男のことは何も言っていないあー恋が叶わねえ世界だな。ちなみにここは、あ、入れる、あーっとアイテムいただきます。ハーブか。で君は1000円、高っ。まあ、ろうそくだけもらっといて、うん、押されると弱い。で、あなたはなんだ？老人。あ、くくりいいね。もらっといて、あ、50円いいよ。これでどうだ？あ、ないのか。誰に対しても丁寧に挨拶をする老人。あー、特にかな。あ、元腕利きの暗殺者。かつては挨拶するように人を殺していた。やべえやつだな。あ、まあ、やっぱそういう過去に過ちを犯した人がこういう大聖堂にやってくるんだろうね。まあ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 。何気にこの街やべえな。こんなもんかな。そこまで広い街じゃないみたいだな。オッケー。じゃあここの探索も終わったのでお次はここだね、オズバルド。そこに行くためにはこっちに飛べたりできたっけ。あ、飛べるな。じゃあこっから右行って上か。ファストトラベル行きましょう。まあレベル1が2人いるからそこまで無理はしたくないけどね。おっ、あそこ、あ、こいつか。いざ。そうな、何試してないっけ。槍はどうだ。あ、持ってないか。行きますか。行きますか。光とかどうだ。聖なる光。あ、違う。これまずいかな。探検。あー、弱点つけねえ。あ、ナイス、ナイス回避。あー剣でやってもだよな。闇属性のダメージ。あ、持ってんのか。お前闇が弱点か。そうだな、ブレイクはできないからサミタレ切り。まあそんなもんよな。ならもう一丁闇よ。よし。でここで急所切り、ね、そいやー、オッケー。2回ブーストからの聖なる光。あー結構いいダメージ入るな。レベル1でこの火力か、なかなかいいよ。なら急所蹴り、ふい、オッケー。つまずいたって踊り続けなきゃね。あ、経験値おいしいね。レベル3と。お、上に上がれそう。宝箱、いいね。オープン。あー熟成層か。まあ今キャスティが味方ってかパーティーにはいないからな、やる必要性はあんまないか。おっと、おっと、4体かい。私の番。ただ探検が弱点ならやることは一つ、小立ちの舞。そこ、あー気持ちいい。いいよー。ではブーストからのサミダレギ。あー最高最高よ。一気に倒せると気持ちいいんだよね。あ、誰かいる。そこにはどうやって。こっちから。あ、いけるな。
おい、あ、また宝箱。あ、BP 回復。君は誰だ。あー、ナス。あー、あー、まあ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 、普通の住人と変わらんか。話す。夜になると、闇市かなってのが開かれるらしいんだ。へえ。じゃあ夜にしてみよう。あ、消えたな。あ、というかさっきのとこが闇市なのでは。あ、強っ。あ、そうだそうだ、夜だと能力が使えるんだっけ。それ強いね。物理攻撃が当たりにくくなる。属性弾強いな、テメノス。あ、こいつが光弱いってことはお前も弱いのでは。おい、いいですね、来たー、ブレイク。すごいよテメノスさん。あとはわからんな。じゃあまあ子たちの前で。そいや。お、あ、やった、オッケー。ありがとう。アグネア。あとはこいつか。でも倒せる。剣が錆びる。いや強いな。夜限定ってのはあれだけど。いやでもガンガンね、朝から夜へ変えることができるわけだから、これは強いね。いやー、まさか強化入るとはな。あー、でやはり店が開かれている。邪魔をすんな。ただ弱体化入るよ。行くぞ。だ、こっちの能力の上がり方もおかしいよね。これは今後の戦闘全部夜でいいな。ちょっと画面暗くなっちゃうのはあれなんだけどね。さあ、ようやく闇市。あ、こいつは話せる？高いな。まあまあまあ、こいつはいいや。スパイクシールド、シルバーハチェット。うわ、欲しい。情報は買えるな。持ってないんかい。なんだよ。あー、こういうタイプね。あー、調合アイテムか。今テメノスいるからな、こういうアイテムいらないんだよな。まあまあまあ、必要になったらここまで買いに来よう。君は？お、紋章の大盾。まあ移動速度下がるよね。回避結構下がるな。それは良くない。強でたっけ。6900。足元見やがって。だー、これも強い。うわ、強い。9100。いや、まだ買えんな。でもいいもの売ってんな、覚えておこう。じゃあ君は。あ、君は武器か。あー、強い。10000。あ、これは物理攻撃だけか。あ、命中下がんのか。うん、武器はそこまででもないか。まあ、どの道変えんな。ありがとう。おっとー。敵4体。ただ私の番。きついだろうよ。子立ちの前。そいやー、もう一撃。ありがとう。びっくりこいた。まあレベルの差もあるけどね。いや、育成もはかどるな。あ、で、この右側にいますね。雪か。おっと、お、狼二体。踊るわよ。なんだ。まずは探検。あ、持ってないか。
剣は？あ、剣も、あ、弱い。なら、こいつも剣。オッケー、ブレイク成功。ブラボー、ソローネ君。あ、そんなこと言うんだ。じゃあブーストからの聖なる光。ナイスー、ブラボー、テメノさん。あー、テメノスいい。あ、強い強いなー。いやー、これ第2章のボス、テメノスとか連れてから行くべきだったんだろうなー。いや、でもねー、最初仲間になった3人で第2章やってみたい気持ちはあったんですよねー。まあ、その結果苦戦はしたんだけどさ。ここの曲もいいなー。で、こっちかな？あ、手前も行ける。おっと。また狼か。どうした？よし。ブラボー、ソローネ君。で、聖なる光。聖なる光よ。はい、ブラボー。聖火の加護があらんことを。なんてね。なんてね。いや、いいキャラしてんだよな。お、SP 回復のプラム大。ここもいけんだね。あー、で、そこで降りられると。さらに右に行ける？あー、これまた違うとこか。じゃあまあ、おいおい。てかまあ、後回しにして。オープン。あー、氷の精霊石。行くところはこれどこだ？上？あ、あれ？通りすぎてない？あれ？あれ？ん？今ここいるな。え？そこに町あった？ちょっと待って。通りすぎてる。あ！行きます。あ！倒れてんじゃん！おい！大丈夫か？こいつだよね。男、雪の中か助けますか？もちろん。あ、ここは。俺は気を失っている。いや、いい声マジでいい声。助かった。俺はオズバルド、学者だ。うん。お前は旅人か。俺は人を探している。お前も目的があるのだろう。ならばどうだ、しばらく行動を共にするというのは。その方が合理的だ。俺の魔法は役に立つ。いや、強いのよ。学者の魔法はマジで強い。オズバルド仲間にしますか？はい。良い選択だ。来たー、オズバルドが仲間に変わった。なんかこのパーティー声がめちゃくちゃいいな。まあ前のパーティーもいいんだけどね。あ、第一章は大丈夫です。結構ね、オズバルドは重めのストーリーなんだよね。行くぞ。あよ。あー、まあ入れちゃっていいか。そうなると困るんだよな。魔法は強いのよ。で、テメノスの回復は、まあもちろん強いから、そうなるとね、ソローネが、いらないかなーってなるんだよなー。あ、間違えた。まあ、アグネア、オズバルド、ヒカリ、テメノス、これかなー。なんかワンの時とあんまりパーティー変わってねーな。こんなパーティーだった気がする、ワンの頃も。まあまあまあいいでしょう。あ、ヒカリもいけるねー。
ならここは鉄壁を覚えとこうか。底力上昇率アップ、そういうのもあるのか、強いな。あー、でちなみにオズバルドはこんな感じだよね。あ、変わってないね。敵全体に火属性、氷属性、雷属性、強いんだよ。てか前回のボスの支配人とあの雑魚敵、多分魔法が弱点だったんじゃないかな。一応アグネアで風とかパルテティオで火は使えたんだけど、1しか削れないから、もし弱点だったとしてもすごいもったいないなと思って試さなかったんだけど、いやこれだったらね、もうガンガン殴れるし、いや強いわ。あー、弱点を一つ発見すると、はい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 、あ、覚えられますね。ならそうだな、ダメージを2回与える、 10% 分の SP を奪う。うーん、いやでも敵全体が強いよな。光は確か学者は使えないもんね。じゃあ光明魔法を覚えましょう。あとはそうだな、次に受けるダメージの 50% を軽減する盾、あ、これも強いね。あー、復活か。あ、これも普通に強いな。これかな、覚えよう。あ、で、もう一個いける。だったらそうだな、復活魔法かな。よし、最大 SP プラス50ゲットです。じゃあサポートをつけて、あ、違う違う違う、あ、こっちもいいんだ。底力上昇率アップで HP 回復量アップで最大 SP プラス50と、いやー強くなった、これは強くなった。まあオズバルドのレベル上げは、まあ、次回までに動画外でやっちゃおうかな。でだ、このあたりの探索をやってもいいんだけど、結構見るところが多そうなんで、とりあえず今回はこの辺でいいかな。まあ、ここで終わるのもあれなんで、これか、カナルブラインに飛んじゃおうか。ファストトラベル。あー、テメノスの2章、2章、いきなり？いや、これは大丈夫です。開始しまーす。せん。よし。で、まあ、次回船に乗って、トトハハ島だっけ？覚えてねえな。ここだから、あ、合ってるね。トトハハ島に向かおう。で、ここで最後の主人公を仲間にしつつ、レベルを上げながらここを迎えたらって感じかな。はい、ではでは、今回はここで終わっておきたいと思います。よかったら次回も見に来てください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。